テレコ先生のヤタガラス魔法学校へようこそ。皆さんこんにちは、テレコです。今回は汚れは汚れについてお伝えをさせていただきます。お祓いの神様という動画で祓いを司る四柱の神様をご紹介しました。お祓いで払うものの一つに汚れがあります。汚れはもともとは大和言葉なので、漢字はなく音で表現されていました。そのため汚れという漢字の他に汚れという字を当てることもできます。汚れというと体に何か汚いものをつけてしまった状態を想像しますが、実は精神のエネルギーを消耗し、気力が衰えてしまった状態を言うのです。そして、完全に気が枯れた状態を死と言います。体から気が枯れると、燃料切れの状態になり、何をするにも力が入らず、人生の前進力がなくなります。気が充満していると、心を守るバリアのようなものができるので、精神を強くし、心に傷がつきにくいのですが、気が枯れると心のバリアがなくなり、ちょっとしたことで傷つきやすくなります。そしてますます気が枯れていくという悪循環に陥ります。神社のお祓いでよく言われる汚れを払うとは、気が枯れた状態を回復させることを言います。気を体内に取り入れることによって気の圧力が高まり、汚れの状態から脱却できます。神社だから気が充満しているのではありません。エネルギーの高い土地を見つけ出して、ピンポイントで神社が建てられているから気が充満しているのです。エネルギーの高い土地には、正常で心地よい気が流れていますから、格の高い神社の境内に入ると、心身がスッと伸びます。自分の体が汚れていると感じたら、神社や山などのエネルギーの高い場所に行って、汚れを払ってきましょう。汚れも気の状態がどうなっているか、把握していく必要があります。このように見えない世界に興味のある方は、一緒に学びませんか？本日の授業はここまでです。テレコ先生のヤタガラス魔法学校では、ノートやツイッター、インスタグラムでも情報を発信しておりますので、ぜひ概要欄より確認してみてくださいね。それでは、また次回お会いしましょう。